5分で学べる耳習慣、美容師特化のボイスヘアキャンプ。こんにちは、つづりストの菅です。ヘアキャンプでは編集者やライターをしており、美容師としてサロンワークもしております。この番組では過去に行われたセミナーの内容をギュッと凝縮して皆様にお届けしております。さて、8月も最後の配信となりました。早いものですね。朝晩なんとなく秋の風を感じてきましたね。どうですかね、この夏は皆さん何かしましたか？いや、私はですね、この夏はもっぱら美容のことしかしておりません、はい、今からですね、夏の思い出を作りに行きたい気持ちもございますが、まあ、そんな気持ちをぐっと押し込めて、今日も元気に皆様に美容の学びをお届けしてまいりたいと思います。というわけで本題でございます。今日はですね、宿毛矯正についてでございます。この、ヘアキャンプでもたくさんの矯正の先生方にですね、登壇していただきましたが、ゴールは同じなのだけど、もうやり方ってたくさんあるんだよなって思われる方も多いかなと思います。今日もそのうちの一つをですね、紹介していくんですけれども、あくまでもいろんな考え方があるので、まあ、一つの方法として捉えていただきまして、しっかり練習してご自身で見極めて、お客様にトライしていただけたらと思います。そんなわけで、今日の宿毛矯正のやり方は、ブラシブローとアイロンを使って癖を伸ばす方法の紹介になります。今日ピックアップしたセミナーはこちら、リリアン海先生によるブラシプラスアイロンのブリーチ宿毛矯正です。こちらのセミナーはですね、今年3月に行われまして、とっても大好評となった宿毛矯正セミナーでございます。海先生のインスタグラム等を拝見していると、いや、とんでもない癖毛を伸ばされてるんですよ。本当に開いた口が塞がらなかったと言いますが、もう笑っちゃったっていう方が正しいかもしれないです。強リッチでロングで爆毛、いや、もう正直、僕がいざですね、現場にいたとしたら、自信正直ないっす。いや、もうそんな事例ばっかりを、海先生はもうピシャッと、綺麗に伸ばされております。百聞は一見にしかずでございます。ぜひですね、このラジオ一回止めて、もう海先生のインスタグラム飛んでください。話はそれからです。で、海先生のやり方の特徴としまして、ブラシとアイロン、この二刀流で癖を伸ばされてるんですよね。その二刀流のメリット、3点ほどですね、こちらのラジオでお届けしていきたいなと思います。まず1つ目が、ブラシで髪に負担なく癖を伸ばせる。2つ目がアイロンワークが時短になる。3つ目がブラシとアイロンの二刀流だからこその質感。以上の3つになります。そんなわけで、1つ目のブラシで髪に負担なく癖を伸ばせるについて、オーソドックスにドライ後にアイロンを当てていくとですね、髪の毛に余計な圧がかかってしまい負担になりやすいというふうに解説はおっしゃいます。というのはですね、髪の毛一本一本って基本的に丸いじゃないですか。その丸い筒状のものに平らなアイロンでプレスするって、髪を潰して伸ばしているっていうことにもなりかねないですよね。だからまずはブラシブローで根元からしっかり癖を伸ばしていくといいんです。この工程を踏むことで次のメリット、アイロンワークが時短になります。当然事前にブラシブローで癖を伸ばしておりますから、アイロンワークがとってもスムーズになるんですよね。ここで注意したいのが、もちろん圧のかけすぎでもですね、ある程度癖って伸びてますから、もうさっと熱を通すくらいで OK。 パネルもですね、そんな細かく取らなくていいので、めっちゃ早くアイロンが終わります。そして3つ目のメリットなんですけれども、ブラシとアイロンの二刀流だからこその質感ってことなんですが、まあ、先ほどもお伝えした髪の毛って筒状で、まあ筒状の丸い髪に対して平らなアイロンを入れていくってことはですね、熱ムラが起きやすい状況になるんですよね。で、熱ムラが起きるってことは癖の伸びだったりダメージにも影響が出てきますよね。海先生のやり方を振り返ると、ブラシで完全に、まあ、ドライで、完全ドライで伸ばしながらですね、まあ、髪の水分を飛ばしていきますよね、その時に。で、癖も伸ばしていくっていうのが一つ目の工程になります。その後ですね、すいません、ここではですね、お伝えできないマル秘のアイテムを使って、髪全体の水分量っていうのを調整していきます。ブラシブローした後にこのマル秘アイテムを使って髪全体の水分量を調整する。ここがすごいミソになります。髪に一定の水分量を定着させるアイテムで整えてから、改めてアイロンをしていくことで、しっかり水抜きさせながら酸化させていくことができます。この工程を踏むことで唯一無二の質感に持っていくことができるんですよね。海先生はですね、薬剤ももちろん大切なっていうふうにおっしゃるんですけども、それよりも工程がすごく大事、そういうふうにおっしゃっておりました。
まあ、ここでの紹介というのはですね、もう本当断片的なものになるんですけれども、ぜひ本編も合わせてご覧になっていただき、学びを深めていただけたらと思います。まあ、本当勉強になるセミナーとなっております。では最後にお知らせになります。8月28日リップス矢崎先生による業界初公開、メンズヘアのパイオニアサロンが秘伝のフレームカットで韓国ウルフを完全伝授、こちらが放送されます。8月29日ギフト関先生、大沼先生によるギフト式新規リピート率 90% 超えの選ばれ続ける5つの秘密大公開、こちらが放送されます。8月30日現河内先生による短時間で高価値から上質で繊細なハイライトワーク大公開、こちらが放送されます。そしてこちらのボイスヘアキャンプは毎週日曜の朝に放送させていただく予定となっております。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。今日もコツコツ頑張っていきましょう。ありがとうございました。